横田実る4月1日没年不明は、日本の海軍軍人、戦教士。空母、サラトが、軽巡洋艦、ジュノーを来撃し、前者を3ヶ月間戦線離脱させ、後者を撃沈した、イ26潜水艦長である。最終階級は、海軍大佐。戦後は、長谷川と改正。高校教師として、教鞭を取り、また、キリスト教戦教師となった。横田は、 岡山県出身で海軍兵学校へ進み海兵51期として卒業した。席次は255名中60番。練習艦隊では浅間乗組となり、米村末期艦長、安田義達指導官フラに実務訓練を受ける。浅間乗組候補生には戦後、海上護衛戦を表す大井厚、最後の中米武官補佐官、佐根松譲るなどがいた。 日本近海で航海を行っている最中に、関東大震災が発生したため救護任務に従事。その後、欧州方面への遠洋航海を行った。1924年12月、少尉任官。今後、不装の組見等の初級主管時代を経て、1929年11月、大移に進級した。水来学校高等科を卒業し、 第56潜水艦航海長県文隊長に補いされたのが潜水艦歴の始まりである海兵51機からは軍令部で潜水艦を担当した有泉龍之介、井浦翔次郎、ワスプを撃沈した19潜水艦長、木梨隆一、サラトガを雷撃した井六潜水艦長稲葉通り州ら18名が潜水艦を専門とする士官となり うち12名が戦没、または殉職している。横田は1934年5月に、二28潜水艦長兼、二26潜水艦長になるまで、ほぼ一貫して潜水艦乗り組が続いた。二22潜水艦長を経て、潜水学校講師学生として、潜水艦長教育課程を修了。旅63、六6、六65、 い十四と潜水艦長を歴任した。九百三十九年十月から九百四十一年七月まで潜水学校副艦い十六の偽装委員長として十一月六日の春行迎え初代艦長となる。計作戦は錦木大帝の最初の実戦投入であった。同艦は第一潜水船隊第四潜水隊に属したが、すでに日米海戦は、 目前の時期であった。11月19日には、アリューシャン方面の偵察に当たるため、横須賀軍港を出撃した。訓練は未成であったため、訓練を行いながらの航海であった。E26 は、米艦船の震度によっては電信を発し、真珠湾攻撃に向かうナグモ機動部隊との接触を回避する役割を担っていたが、厚島、キスカ島、ダッチハーバーなどに、 米艦船を認めることはなかった。12月8日の海戦を迎えた直後、E26 は、米輸送船、シンシア・オルソンを砲撃によって撃沈した。横田は、船員が脱出できるよう配慮したが、37名と推定される乗員は、行方不明となっている。ついで米西海岸での通称破壊船に向かったが、戦果はなかった。翌年1月に、 クエゼリン艦渉に戻った E26 に待っていたのは警察船である。この作戦は真珠湾を西機大艇を持って爆撃するもので潜水艦6隻が誘導、給油、救助待機などの役割を持ち E26 は給油担当の予備艦としてフレンチフリゲート艦渉へ向かい、給油中は紹介を担当した。横田が来撃したサラトガの離脱により、 米海軍の太平洋方面実動空母は、ワスプとホーネットの2隻となり、2週間後に木梨孝一が、ワスプを撃沈したため一時は、ホーネットのみとなる。3月末に日本へ戻り、E26 は修理を受けた。5月から7月にかけて、米西海岸で通称破壊船に従い、商船、コースとト,トレーダーを撃沈し、また、 バンクーバー島の通信施設を砲撃している。8月には、ソロモン諸島方面に出撃し、サンクリストバル島付近で、両艦5隻と紹介中に、大型艦2隻などを発見した。先行したため一度は姿を見失ったが、翌朝反転して紹介区に戻ろうとしたところで、歴史ントン型空母を発見する。これが、戦艦1、巡洋艦3。 駆逐艦7によって護衛されていたサラトガであった。横田は距離3000メートルから魚雷6本を発射し2本の命中を得てサラトガを自力航行不能に落とし入れる。イ26は5時間余りの制圧攻撃を回避し帰還。サラトガは1月に威力潜水艦によって4ヶ月以上戦線離脱する損害を受けたのに続き、 今度は3ヶ月以上戦線を離脱することとなり、上官していたフレッチャー提督は負傷した。ただし、戦中の日本海軍は2 6のこの戦果を認識していなかった。ジュノーの戦死者にはサリバン兄弟5名が含まれる。11月13日早朝、ガダルカナル島付近での紹介を命じ、これらの米海軍部隊は前夜に日本海軍の戦艦、 ヒエなどと交戦した部隊で、ジュノーはすでに損傷を受けていた。横田は従順を攻撃目標としたが、慌てて撃ってしまったために3本発射した魚雷は、従順ではなく1本がジュノーに命中し、同艦は沈没した。同艦の戦死者は、艦長をはじめとして676名に達し、米海軍に4大悲劇の一つとなった。再び、日本で、 E26 の修理を行い、1943年1月、トラックへ進出。ガダルカナル島への輸送や、ビスマルク海海戦の漂流者救助などを行っている。公衆方面では交通破壊戦に従事し、レシナ、コアラを撃沈した。E44 は、横田のリニンゴ回転作戦に従い、公認艦長は回転を発進させず降鉄される。 この写真は1945年4月3日に撮影されたもので、翌日再び回転作戦に出撃する。しかし18日に撃沈され回転隊員を含む130名全員が戦死した。8月、横田は第一潜水戦隊の主席参謀に補えされた。第一潜水戦隊司令部は、 第17師団を上海からラバウルへ輸送する任務が与えられており、この船団は T2 応輸送部隊と称された。部隊は、機関、平安丸の他特設艦船3隻、駆逐艦3隻で構成され、人員6000名弱、車両170両、軍需品800立方メートルの輸送に成功した。百四十四年一月、e 十四潜水艦の偽装委員長となり、 竣工後に初代艦長に就任。同艦は第6艦隊第15潜水隊に所属し、アゴー作戦に作応するため、ニューアイルランド島付近で米海軍艦艇,艇を待ち受けたが、米海軍の優秀な潜水艦対策に苦しめられた。同様の任務に従事していた日本海軍の潜水艦は6隻が撃沈され、イオン14も飛行機と駆逐艦の連動した攻撃に損傷を受け、 先行を続けることができず浮上した。ここで、スコールに恵まれ駆逐艦からの離脱に成功した。飛行機は上空に止まっていたが、攻撃してこなかったという。イオン14修理のため日本へ戻った横田は、特攻兵器回転の実験に立ち会っている。10月に、大災新旧。第11潜水船隊参謀に転じ潜水艦乗員の訓練を担当した。 1945年7月、第52潜水隊司令となるがほどなく、終戦を迎えた。10月、横田は福音輸送艦、鹿島の艦長となり、福音輸送に従事。神奈川県で高校教師を務め、キリスト教に入信し、宣教師となった。横田は入信の理由を、戦争の虚しさを、つくづくと感じ、悔い改めようとしたと述べている。 ありがとうございます。